こんにちは、お元気ですか？元気があれば何でもできるイブセです、今回はですね、このアーバンレジェンド都市伝説みたいなニュースをですね、深く取り上げていきたいと思います。au がね、通信障害を起こして、もう今ほぼ復旧したみたいなんですが、あれって一体何？世界同時緊急放送システムが始まるってことなの？まあね、そんなお話がね、ネット上でいっぱい飛び交っております。これ一体どういうことなんでしょうかね。それでは早速行ってみましょうね。私のところにですね、こういう質問が来ました。 au の通信障害が突然発生しました。これはスターリンク衛星に切り替わり、いよいよ世界同時緊急放送システム EBS が始まるみたいですと。そしてトラさんが大統領として戻ってくるそうですと。何かワクワクするんですが、イブセさんはどう思いますかという、まあ、そういう質問なんですけれども、この話がもし本当だとしたらですよ、ちょっとおかしくないですか？何がおかしいかっていうとね、EBS っていうのはね、すべての放送局、すべてのテレビ局がジャックされて、まあ、スマホもそうですよね、すべてジャックされて、そして強制的にこのね、放送が行われるっていうのが、まあ、EBS なわけじゃないですか。なんで au だけ？日本だけは au が選ばれたっていうこと？テレビとかね、ラジオとかそういうところには一切放送されずに、au だけで放送されるってこと？なんかおかしくないですか？まあちょっと考えればそういうことわかるんですけどね。で、まあ au さん側がですね、答えてる原因、まあこの通信障害の原因は、ざっくり言うとこういった形ね、ルーター交換で不具合が発生したと。復旧用に通信リクエストがたまり、交換機がパンクしたと。交換機のパンクが加入者データベースのパンクに波及して、加入者データベースで不一致が発生という、まあ、こういう4段階の混乱があって、復旧まで時間がかかっていると、まあ、そのようにね、au 側は説明しております。まあ、難しいことはね、専門的なことはさっぱり分かんないけど、まあちょっとした不具合があったっていうことですよね。まあちょっとしたっていうともちょっと規模がでかいですけどね。で、まあね、謝罪会見をしましたけれどもね、他の原因として考えられるのが、まあよくね、ネット上で出てるのが太陽フレアだということですけど、まあ太陽フレアだとしたらですよ、他の通信会社も同じように通信障害起こしてなきゃおかしいですよね。あと au だけサイバー攻撃を受けたという可能性、この可能性は確かにあると思いますね。 au だけがサイバー攻撃受けてね、ハッカーたちにね、攻撃されたという、まあこの可能性は確かにありますよね。で、今ね、ネット上でこの、これツイッターのコメントなんですけどね、2日前に au が通信障害が起きたのは、緊急放送の準備をするためです。まあ、au だけ捕まえて、まあ、準備、ちょっと試しにやってみたっていうことですかね。au でうまくいけば、他のね、通信会社も全部 OK だっていう、まあ、そういうことなのかもしれませんけどね。日本への世界同時緊急放送の準備が終わったようです。軍事衛星に日本の全テレビネットが転送され、各テレビ局は勝手には切断不可になると。そろそろです、あと少しだけ乗り越えましょうというね、そういうコメント、これはね、確かにワクワクします。人間っていうのはですね、自分の望むようなニュース、望むような情報を信じてしまうという、そういう習性が人間にはあるんですよね。ですからこういったね、自分、ああこれで緊急放送があって時代が大きく変わるっていうふうに、まあ、願ってる人にとっちゃね、信じたい情報かもしれませんけど、私の見解はですね、世界同時緊急放送はありませんっていうことね。
この図をね、皆さん見たことありますかね。ネット上でね、この図で説明する人ってね、多いと思うんですけど、この世界はね、この3つの階層になってるのね。一番下がお花畑です。天国です。で、中間に暗黒の世界があって、で、それよりもっと上は、もう雲の上の景色が見えるという、まあそういう3つの層になってまして、一番左の人を見てください。本の上に載ってない、一切本を読まない人。まあ本というのは、まあ情報のね、例えですけど、情報を一切手に入れない人。まあもっと言ったら、テレビの情報しか見ない人っていうのは、まあ、この世界がお花畑に見えるわけよ。ね。政府の言うことを信じて、テレビの言うことを信じて、もう完璧に洗脳された人ってことね。まあ、洗脳されて、支配されて、それを全部受け入れちゃえば、まあ、世の中はお花畑に見えるわけですよ。そして、情報を中途半端に、仕入れた人が、その次の真ん中の人ね。2番目の人ね。中途半端に情報を仕入れた人は、この世の中がもう闇の支配者にもう支配されて暗黒の世界なんだっていうふうに見えるわけよ。もうなすすべなしみたいなね。どうやって対処すればいいのかわからない。さっぱりわからない。もうこれはもう諦めるしかない。下手するともう自殺でもしようかっていうぐらいのね、人っていうのは、こういう中途半端な情報を手に入れた人たちなんですね。でね、その次、もう本がずらーっと並んでますね。本がずらーっと並んで、まあ要はもうたくさん情報を得た人ってことね。もういっぱいいっぱい、中途半端な情報じゃなくて、もういっぱいいっぱい情報を得た人っていうのは、雲の上の世界がこう見渡せられるわけね。ただこれ見てほしい。不安定なんですよ。もう本がずらーっと、ここまで本を並べたら、もういつ崩れるか分かんないですよね。不安定ですよね。で、一番右側の人見てください。ツルハシ持って自分でこのビルを建てた人。まあ要は自分の精神的な土台をしっかりと作った人ってことですよね。自分の力で。そういう人っていうのは、もちろん情報も手に入れるけど、自分の頭で考えるっていう人です。この自分の頭で考えて情報を手に入れるっていう人が、この一番上の景色を安定した気持ちで、安定した土台の上に立って眺めることができるってことなんです。この絵すごいですよね。皆さんもぜひね、この一番右側の人にね、なっていただければと思います。まあ、要は自分の頭で考えるという精神的な土台をしっかりと作っていただければと思います。いかがだったでしょうか。まあね、自分の頭で考えるっていうのはね、平たく言うと、周囲の声に従うのか、魂の声に従うのかってことです。まあ、要は魂の声、自分の考えに従う。ある意味わがままに見えるかもしれないけど、幸せになるのはどっちかって考えてみてください。周囲の声に従う、まあ親の言うこと、会社の上司が言うこと、同僚たちが言うこと、友達が言うこと、そういった声に従うのか、自分自身の内面の声に従うのか。内面の声に従うっていうのはね、ちょっと勇気がいるかもしれませんが、内面の声、魂の声に従う、そういう生き方をした方が私は幸せなんじゃないかなって思います。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリック、ぜひともよろしくお願いいたします。それからね、チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくです。こういったね、ちょっとポジティブになるような話をね、これからどんどんしていきたいなって思っております。最後までご清聴ありがとうございました。